世界が大きくてとても魅力的なところですね。それに今の時がどんどん経っていきます。かくて聞いたことも見たこともない国のことを一日でどのくらい勉強できますか？ルーマニアは東ヨーロッパにある共和制国家です。成田国際空港からルーマニアの首都のブカレストのオトペン国際空港まで40時間ぐらいかかります。でもこのビデオはブカレストについてではありません。ブカレストの近くにあるトゥルゴビシタという町を発見しましょう。こちらはおすすめの経路です。まずはハリストス大教会の公園ですね。トゥルゴビシタの辺に全身のいろいろなものが見つけられました。昔からこの辺に人が住んでいました。トゥルゴビシタは歴史が古いですね。では旧石器時代のテクノロジーの進化について博物館から私たちのタイムトラベルを始めましょう。一番大切な陳列品は2万3000年前から作った女の人の肖像です。この肖像は南東ヨーロッパでユニークです。そして5万年前から作った小さいお皿もあります。このお皿は黄土色絵の具を作るのに使われました。ヨーロッパでは一番古いです。旧石器時代の博物館から歴史博物館まで歩くと1645年頃建てられたステラ修道院で1450年頃建てられたジャルトーブ教会があります。次は歴史博物館です。ここは綺麗なククテンという文明の収蔵品が見られます。ククテン文明は技術と文化のためにとても重要です。ククテンの人工物に今までルーマニアの技術の威風に保っている象徴があります。例えば牛の頭の象徴です。これはククテンからです。そしてこれは皇帝に建てられてブルガリアにある墳墓の壁にあります。それから中世からで今はルーマニアの国章にあります。博物館にルーマニアの皇帝の王子ダーキャ人時代から1918年に起こった中世の公国の統一まで勉強できます。中世の要塞まで右側に美術館と警察博物館があって、左側にブラードツェーペシュ港の小さい公園があります。中世にルーマニアが3つの公国で分かれていました。この3つの公国はモルドバとワラキアとトランシルバニアでした。トゥルゴビシタは長いことにワラキアの首都でした。かくて次は中世の要塞です。一番重要な建物はキンディアタワーです。このタワーは高さが27メートルでブラドツェペシュ港に建てられました。このタワーの上から全部の街のパノラマが見えます。綺麗ですね。中世の要塞からキンディア公園に着きます。キンディア公園のそばに動物園があります。とても綺麗ですね。朝
心静かに静の愛でられて、昼から賑やかになって自転車を借りて乗れたり、アイスクリームを食べられたりします。公園の中心地に全部の中世のワラッキャ王の像があります。一番大きいのはブラッド・ツェペシュク王のです。でもブラム・ストーカーの小説のせいでドラキュラというニックネームもあります。ブラッド・ツェペシュク王はトランシルバニアとヴァンパイア伝説とつながりがあると思われるのに、実はワラッキャの王でした。ヴァンパイアもではありませんでした。ここからトゥルゴフィシテの旧市につけます。旧市に戦艦機に建てられた綺麗な建物が見られます。ルマーニャ料理と国際料理のレストランもたくさんありますから、ここで食事するのはおすすめです。この辺に市役所があります。前にある公園は花がたくさんありますからおすすめです。